私が小学生の頃の話ですが、朝足の裏をこしょばされて、いつも母が起こしてくれていたので、やめてやお母さんと言ったところ、突然金縛りに遭い、全く身動きができなくなりました。初めて金縛りを経験した私は怖くてどうしていいか分かりませんでした。すると私の顔のすぐ横でこそばいっていう声が聞こえてきました。はっとして目でそちらの方を見ると、黒い、本当にこの世の中にこんなに真っ暗な色があるのかというぐらい真っ黒なおかっぱ頭の女の子がベッドに肘をつき、私の方を見て笑っていたのです。私はうぎゃーとそのまま気絶してしまいましたが、目を覚ましてもなんとなく足の裏が痒かったのを覚えています。あれが何だったのか全く今でも分かりませんが、当時私が寝ていた部屋は代々いろんな心霊現象が起こるらしく、よく母が塩を持っていました。今思い出しても怖いよ。